それでは、ただいまから。そして、まあ、普通のこう一般の、この予算というもの、普通にこう当然いるような経緯は別として、内閣の特色は出さなきゃならんということでやりますけれどもですね、働いてもらう、こういうことです。閣僚会議というものを設置して、ここでですね、こういう問題も含めて、こうしてもう、できるだけ消費者物価というものをこう、